五、5. 熱烈なる心の残悔。真っ逆さま。ではこれで、とアリオが言った。僕もこの話の前半を知ったわけなんです。ね、前半だけはお前にも分かったわけだ。それはただのドラマで、あちらで上演済みだ。後半は悲劇で、これから当地で演じられようとしているのさ。その後半については、 これまで少しも僕にわかっていないんです、と有リ者が言った。じゃあ、俺はどうだい俺にはわかってるとでも言うのかいちょっと待って、兄さん。ここに一つ大切な言葉があるんです。聞かせてください。一体兄さんは言い名付けなんですか今でも言い名付けなんですか俺が言い名付けになったのはすぐじゃない。あの事件の後、三月経ってからだ。 あのことがあったすぐ明くる日、俺は自分で自分に言って聞かせた。この事件はすっかりこれでおしまいだ。決して続きなんかないとね。結婚の申し込みに出かけるなんて卑劣だと俺は思ったのだ。あの人はあの人で、その後6週間もその町に滞在していたのに、一言半句の便りもよこさなかったのだ。もっとも後にも先にもただ一度きり、 あの人が俺を訪問したそのあくる日のことだが、あの家の女中がこっそり俺のところへ来て、何も言わずに紙包みを一つ置いていったのだ。その包みには何々様と宛名が書いてある。開けてみると、五千ルーブルの手形の釣り線なんだ。入り用だったのはみんなで四千五百ルーブルだけれど、五千ルーブルの手形を売るのには、 200ルーブル余り損をしなければならなかったのだよくは覚えていないが俺の手元へ返してよこしたのはみんなで260ルーブルくらいのものだったしかも金だけでいっぺんの手紙もなければ一言の説明もしてないのだ俺は包みの中に何かちょっと鉛筆で印でもつけてないかと思って探してみたが何にもない そこでしようことなしに俺はその残金でまた優等を始めたものだから、とうとう新任の少佐も余儀なく俺に剣跡を食わしたほどだ。とにかく中佐は無事に監金を引き渡したので、みんなはびっくりしてしまったのさ。だって、そんな金がそっくり中佐の手元にあろうとは誰一人予想もしなかったからな。引き渡しはしたが、どっと病みついて、三週間ばかり床についていたが、 突然脳の軟化症を起こして5日目に亡くなってしまった。まだ退役の事例を受けていなかったため、軍装の霊をもって葬られた。カテリーナ・岩信ーノブナは姉や叔母と一緒に父の弔いが住み次第、10日ばかりしてモスクワへ立ってしまった。ところがその出発の前と言っても、その当日なんだが、俺は愛もしなければ見送りにも行かなかった。 俺はささやかな風潮を受け取ったんだ。青い透かし入りの紙に鉛筆でただ一行、いずれお便りをします。お待ちくださいませ。K とそれだけ書いてあったよ。これからはもっと簡単に説明しよう。モスクワへ行くとあの人たちの事情は電光のような速度とアラビアンナイトのような思いがけなさをもってがらりと一変してしまったのだ。 あの人の主な謹慎だった将軍夫人が不意に最も近しい相続者にあたる二人の命を両方とも一時に亡くしてしまったのだ。どちらも天然痘で同じ週に死んだのだ。すっかり取り乱してしまった夫人は、親身の娘のように母茶を喜び迎え、まるで救いの星でも見つけたように彼女に取りすがって、早速あの女の名義に遺言状を書き換えてしまったのだ。 けれどそれは先のためで、当座の手当てとして直に8万ルーブルを渡して、さあこれはお前の持参金だからどうなりとも好きなようにお使いと言ったとさ。実際ヒステリー症の婦人だったよ。俺はその後モスクワへ行って自分の目で観察したがね。ところで俺は出し抜けに4500ルーブルの金を郵便で受け取ったんだが、 もちろん、どうしたことかと思って、推しのようにびっくり仰天したものだよ。見つ月もすると、かねて約束の手紙も届いた。それは今でもここに持っている。俺はいつもこれを肌身につけていて死んでも話さないよ。なんなら見せてやろうか。いや、ぜひ読んでくれ。結婚の申し込みなんだ。自分から申し込んできたんだよ。私は気違いのように恋しております。 あなたが私を愛してくださらなくても構いません。どちらにしても、どうぞ私の夫になってください。でも、お恐れになることはいりません。どんなことをなさいましても、私はあなたの邪魔立てをするようなことはいたしません。私はあなたの道具になります。あなたの足に踏まれる猛省になります。私は永久にあなたを愛しとうございます。あなたを あなたご自身からお救いしとうございます。あり者、俺はこの数行の文句を自分の老烈な言葉と老烈な調子で語り伝える資格がないよ。俺のいつもの老烈な調子は自分でどうしても直すことができないのだ。この手紙は今日になってもなお俺の胸を突き刺すのだ。お前は今俺が気楽だとでも思うかい 今日俺が気楽にしているとでも思うのかいその時俺はすぐに返事を書いた。俺はどうしても自分でモスクワへ出かけるわけにはいかなかったのだ。俺は涙を流しながらそれを書いたよ。ただ一つ永久に恥ずかしいと思うのは、その手紙に、今のあなたは金持ちで持参金まであるのに、僕は兵隊上がりの貧乏士官だ、と書いたことだ。金のことなどを言ったのだ。 そんなことはじっと耐えていなければならなかったのに、つい筆が滑ってしまったのだ。これと一緒に、モスクワにいたイワンへ手紙でできるだけ詳しく書簡線を6枚も使ってすべての事情を説明してやって、イワンをあの人のところへやったのだ。お前、なんだってそんな目をして僕を眺めるんだいそりゃ、イワンはあの人に惚れ込んでしまったのさ。そして今でも惚れているよ。 俺はなるほど世間の目からしてバカなことをしたものだと自分でも思ってるのさ。しかし今となってはそのバカなこと一つだけが我々一同を救うことになるのかもしれないんだ。ああ、お前はあの人がどんなにイワンを崇拝し尊敬しているか知らないのかいそれにあの人が俺たち二人を見比べて、こんな俺のような人間を愛することがどうしてできるものか。 おまけにこちらであんなことをしでかした後でさ。でも僕はあの人の愛しているのは兄さんのような人で、決して言わんのような人じゃないと思います。あの人の愛しているのは自分の善行で、決して俺じゃない。突然ドミトリー・フィオドロビッチは我にもなく、ほとんど毒々しい調子で口走った。彼は笑い出したが、一瞬の後、 その目がキラリと光った。彼は真っ赤になって力いっぱい拳でテーブルを叩きつけた。俺は誓って言うがアリオシャ、と彼は自分自身に対する激しい真剣な憤りを表しながらわめいた。お前が信じるか信じないかどちらだって構わん。俺は神聖なる神にかけて、主キリストにかけて誓うが、 今俺はあの人の高潔な感情をあざけったけれど、この俺の魂なんかあの人の魂に比べたら百万倍も下劣だってことも、あの人のそうした優れた感情が天使の心のように真実なことも自分でちゃんと知りきっている。俺がそれをちゃんと知り抜いているということに悲劇が含まれているのだ。だが人間がちょっぴり朗読めいた口を聞いたからってどうしたというのだ。 俺は朗読をしていないだろうか。だが俺は真剣なんだ。本当に真剣なんだよ。しかし、イワンのこととなると、あれが自然に対して今、ああいう呪いを抱いているのも最もなことだと思う。それに、あれだけの頭があるんだもの、なおさらだよ。だが、選ばれたのは誰なんだ何者なんだ選ばれたのはこの認否人だ。もう、言いなずけのみでありながら、 この町でみんなに見られている中で、生来の宝刀を抑えることのできないろくでなしだ。しかもそれを言いな付けのいるところでやるんだ。言いなずけのいるところで。こういうヤクザな俺が選ばれて、イワンが退けられたんだ。ところでこれは一体何のためなんだそれは一人の処女が感謝のあまりに、自分で自分の運命と生涯とを手ごめにしようとしているからだ。 不合理な話だ。俺はこんな意味のことは一度だってイワンに話したことがないし、イワンの方からももちろんそんなことは一言半句だって俺に匂わしたことはないのさ。しかしそのうちには運命の計らいで価値あるものが相当の席について価値のないものは永久に路地の奥へ隠れてしまうのだ。自分の気に入った自分に相当した汚い路地の奥へ。そして お物と悪臭の中に満足と喜びを覚えながら滅びていくのだ。俺はなんだかやたらに喋ったが、俺の言葉はどれもこれも使い古されたもので、それを出放題に吐き散らしたようだけれど、しかし、俺が今言った通りになるよ。俺は路地の中へうずもれてしまって、あの人はイワンと結婚するのだ。兄さん、ちょっと待ってください。 と両者は非常な不安を持って遮った「でもこれまで兄さんがはっきり説明してくれないことが一つありますよ。それはねつまり兄さんは婚約者なんでしょ。う。とにかく婚約者に違いないでしょ。う。それだったら相手の夫人が望んでもいないのに縁を切るわけにはいかないじゃありませんか」「うん俺は立派に祝福を受けた正式の言い名付けだ。 それが、俺がモクスコアへ行った時、製造の前で盛大な儀式によって堂々と行われたのだ。将軍夫人が祝福してくれてさ。いいかい母ちゃんにお祝いまで行ったのだよ。お前はいい花婿を選んだ。私にはこの方の腹の底まで見通せるってね。そして変な話だが、イワンは夫人のお気に召さないでさ。お祝い一つ言ってもらえなかったのだよ。 俺はモスクワでいろいろ母ちゃんと話し合って自分のことを潔く正確に誠意を込めて打ち明けたのだ。あの人はじっと聞いていたが、顔には愛しき惑い、口には優しき言葉。いや、尊大な言葉もあったよ。あの人は俺にその通り身持ちを改めるようにという厳かな約束をさせたものだ。俺は約束をした。ところがだ。 どうしたのですところが俺は今日お前を呼んでここへ引っ張り込んだのだ。今日という日にな。それを覚えておいてくれ。そしてやはり同じ今日お前を母ちゃんのところへやってそれから、どうするんですあの人にそう言ってくれるんだよ。もう決して俺は行かないからどうぞよろしくって。だって、 そんなことがあってもいいものでしょうか。良くないからこそお前を代わりにやろうって言うのだ。でなくって俺自身どうしてあの人にそんなことが言えるもんか。それで兄さんはどこへ行くんですロジエさん。じゃあ、グルーシェンカのところへですね。アリオシャは手を打って悲しそうに叫んだ。では、ラキーチンの言ったのは本当だったのかしら 僕はまた、兄さんはちょっと行ってみただけのことで、もう住んでしまってるのだとばかり思っていたのに。言い名付けの男があんなところへ行くんだって、そんなことができるもんかい。しかも、言い名付けがいてみんな見てるところでさ。俺にだって少しは連知心があるはずだよ。ところが、グルーシェンカのところへ行き始めると同時に、俺はもう言い名付けでもなければ誠実な人間でもなくなってしまったんだよ。 それは俺にもわかってるのさ。どうしてそんな目で俺を見るんだい。俺は最初ただあの人をひっぱたきに行ってやったのだよ。それは親父の代理人をしてやがるあの二等隊員の奴が俺の名義になっている手形をグルシェンカに渡して俺が並行して手を引くように告訴してくれって頼んだということを聞き込んだからだ。それが確かなことは今でもわかってるよ。 俺を驚かそうとしやがったのさ。だから俺はグルンシェンカをぶん殴りに出かけたのだ。前にも俺はあの人をちらっと見たことがある。だが別に気にも留めなかったのさ。今病気でひどく弱り込んで寝ているが、とにかく大分の金をあの人に残すらしい例の老いぼれ商人のことも知っていた。それからあの人は金儲けが好きで、 ひどい氷で貸し付けてはどしどし増やしていることも情け容赦もない悪の詐欺師だって話も聞いていた。で、俺はぶん殴りに出かけたのだが、そのまま女の家にみこしを据えてしまったのさ。つまり雷に打たれたんだ。ペストにかかったんだ。一旦感染したっきり未だに落ちないんだ。もうこれでおしまいなんだ。どうにも変わりようがないってことは俺にもわかっている。 時の循環が完了したのだ。まあこんなわけさ。ところがちょうどその時、俺みたいな小敷きのポケットにわざとのように三千ルーブルという金があったのだ。俺は女を連れてここから二十五エルスターがあるモークロエ村へ出かけて、ジプシーの男女を集めるやら、シャンパンを取り寄せるやらして、村の百姓や女房や娘っ子たちにシャンパンを振る舞って、 何千という金をまき散らしたものだ。三日経つと丸裸だったが、しかし鷹のような気分だったよ。ところで、その鷹が何ぞ思いを遂げたとでも思うかい何の、遠くの方から拝ませもしおらんのだ。曲線美とでも言うのかなグルーシェンカの悪党には、一つ絵も言えない肉体の曲線美があるんだ。 そいつが足にも左足の小指の先にまで現れているのだ。それを見つけて接吻したっきりだ。まったく本当のことだよ。あいつはこう言いやがるんだ。あんたは小じき同様だけど、お望みならお嫁に行ってあげるわ。もしあんたが決して私を打ったりなんかしないで、私のしたいことを何でもさせてくれるって言うのなら、お嫁に行ってあげてもいいわ。 そう言って笑ってやがるのさ。そして今でもやっぱり笑ってやがるんだ。ドミトリー・フィオドロビッチはまるで月光したように座を立ったが、不意に彼は酔っ払ったようになった。彼の両眼は急に血走ってきた。で、本当に兄さんはその人と結婚しようと言うんですか向こうがその気ならすぐにもするし、嫌だと言えばこのままでいてやる。 あいつの家の門番にだってなるさ。ねえお前、ありょうしゃ。と彼は不意に弟の前へ立ちはだかって、その肩に両手をかけると力いっぱいゆすぶった。お前のような無邪気な少年にはわからないだろうけれど、これは戯言ごとだよ。無意味な戯言ごとなんだよ。しかもその中に悲劇があるのだ。いいかいアレクセイ。 俺は癒しい堕落した煩悩を抱いた卑劣な人間かもしれないが、しかしドミトリー・カラマゾフは泥棒やスリや酔っ払いには断じて成り下がるはずがないだろう。ところが今こそ聞いてくれ。俺は泥棒なんだ。スリなんだ。かっぱらいなんだ。ちょうど俺がグルーシェンカをひっぱたきに出かけるすぐ前、その同じ日の朝、カテリーナ・イワノブナが俺を呼んで、 差し当たり、誰にも知らさないように秘密にして、何のためだか俺にはわからないが、そうする必要があったものと見える。これから県庁所在地の町へ出かけて、モスクワにいるアガーフィア・イワーノブナ宛てに郵便交わせで3000ルーブル送ってきてほしいと頼んだのさ。わざわざ県庁所在地からというのは、この町の人に知られたくないためだったのだ。 この三千ルーブルをポケットへ入れたまま、俺はその時、グルーシェンカのところへ出かけたのだ。そしてその金で、モークロエ村へ出かけたわけだ。後で俺は、さも街へ飛んで行ったようなふりをして、為替の受け取りも出さないで、金は送ったから受け取りもすぐ持ってくるとは言いながら、未だに持って謎行かないでいるのさ。忘れましたってわけでね。そこでどうだろう。 これからお前が行ってあの人に、兄がよろしく申しましたと言ったら、あの人は、で、お金はって聞くだろう。そうしたらお前はこんな風に言ったって構わないよ。兄は卑劣な公職官です。欲情を抑えることのできない加藤動物です。兄はあの時あなたの金を送らないで、加藤動物の常として衝動に打ち勝つことができないですっかり使ってしまったのです。 が、しかし、こう言い出したっていいわけだよ。それでも兄は泥棒ではありません。そら、ここにあなたの三千ルーブルがあります。どうぞご自身で、アガーフィア岩信へお送りください。で、当の兄はよろしくと申しました。するとあの人は、どこにお金がありますのって聞くだろうな。ミーチャ、あなたは不幸せな人ですね、本当に。 でも、まだ兄さんが自分で考えているほどではありませんよ。あまり絶望して自分を苦しめない方がよろしいよ。お前はその三千ルーブルが手に入らなかったら、俺が拳銃自殺でもすると思うのかいそこなんだよ。俺は自殺なんかしやしない。今はそんな元気がないんだ。そのうちにあるいはやるかもしれないが、今はグルーシェンカのところへ行くんだ。 俺の一生なんかどうなったって構うものか。あの人のとこへ行ってどうするんですあの人の亭主になるんだよ。連れ合いにしていただくのさ。もしマブがやってきたら次の前外してやるよ。そしてあいつの友達の上靴も磨いてやろうし、サモワールの日も起こそう。使い走りだって糸い,いやしないよ。カテリーナイワーノブナは何もかもわかってくれますよ。 不意にアレオシャは真顔になって口を入れた。この悲しい出来事の深い点をすっかり了解して許してくれますよ。あの人には立派な理性がありますから。兄さん以上に不幸な人のありえないことはあの人にだってわかりますもの。あの人は決して許してなんかくれないよ。とミーちゃんは苦笑いをした。 この中にはどんな女だって許してくれることのできないようなものがあるのだ。お前はどうするのが一番いいか知ってるかいどうするのです。あの女に三千ルーブル返してやるのだ。でも、どこでその金を手に入れるんですああ、そうだ。僕の金が二千ルーブルあるでしょう。それに、岩兄さんだってやはり千ルーブルくらい出してくれましょう。 それで都合三千ルーブルになりますよ。それを持って行ってお返しなさい。しかしそれがいつ手に入るんだい。お前の言うその三千ルーブルがさ。それに第一、お前はまだ定年に達してないんだからな。いや、どうあってもぜひ今日あの人のところへ出かけてよろしくを言ってくれなくちゃならんよ。金を持ってかそれとも持たずにか。 とにかくもうこれ以上伸ばすわけにはいかぬ。そういうギリギリまで差し迫ってしまったのだ。明日ではもう遅いんだ。俺はお前に親父のところへ行ってきてもらいたいんだ。お父さんのところへうん。あの人のところより先に親父のところへ。そして三千ルーブルをもらってきてくれるんだ。だってみーちゃん、お父さんは出してくれやしませんよ。出してくれるはずはない。 くれないことは承知の上だよ。なあ、アリ絶望ってどんなものか知ってるかい知っています。まあ聞けよ。親父は法律的には俺に一文だって負い目はないさ。俺がありったけ引き出しちまったんだから、それは俺も承知だよ。しかし精神的には親父は俺に義務があるよ。なあ、そうじゃなかろうか。 親父は母の二万八千ルーブルを元手にして十万からの財産を儲け出したんだからな。親父がもしその二万八千ルーブルのうちたった三千ルーブルだけ俺にくれさえすれば、俺の魂を地獄から救い出して、親父にしてもたくさんな財商の償いになるというものだ。俺はその三千ルーブル、お前に誓っておくが、きれいさっぱり型をつけて、 この後、俺の噂一つ、親父の耳へ入れるこっちゃないんだ。つまり、これを最後に、もう一度だけ、父となる機会を親父に提供してやるんだ。親父にそう言ってやってくれ。この機会こそ、神様がお授けになるのだって。みーちゃん、お父さんはどんなことがあっても出してくれやしませんよ。知っているよ。出さないってことは、百も承知さ。 まして今はなおさらなんだよ。さっきの話の他に俺はまだこんなことを知ってるんだ。ついこの頃、ほんの二三日前、いやひょっとしたらまだ昨日あたりかもしれんが、親父はグルーシェンカが本当に冗談でなしに俺と不意に結婚するかもしれないってことを初めて真面目に、この真面目にという点に気をつけてくれ、鍵出しおったのだ。 親父もあいつの気性を知っているんだよ。あのメス猫のさ。だからあの人にうつつを抜かしているとの親父がこの危険を助長するためにわざわざ俺にお金を出してくれるはずはないさ。しかしまだそれだけじゃない。もっと重大なことを聞かしてやるよ。それはこうだ。もう五日ほど前に親父は三千ルーブルのお金を抜き出して百ルーブルの札に崩し、 大きな封筒に入れて封印をベタベタ五つも押した上に赤い紐を十文字にかけたものだ。どうだい実に詳しく知ってるだろう。封筒にはこういう上書きがしてあるのさ。我が天使なるグルーシェンカへ、もし我が元に来たりなば。これはしんと寝静まった時こっそり自分で書きつけたのだ。 こんな金が寝かしてあることは下男のスメルジャコフの他には誰一人知るものはない。この男の正直なことを親父はまるで自分と同じくらいに信じきっているんだからな。ところで親父はもう今日で3日か4日、グルーシェンカがその金包みを取りに来るのを当てにして待ちあぐねているんだよ。親父の方から知らせてやったので、あの人からも行くかもしれないという返事があったそうだ。 だから、もしあの人が親父のところへやってくるようなら、俺はあの人と一緒になんかなれやしないだろう。なんで俺はこんなところに内緒で座っているのか、何を見張っているのか、これでお前にも合点が言ったはずだな。あの人を見張っているんでしょう。そうだよ。ところで、ここのお引きずりの家の小部屋をフォマという男が借りているんだよ。夜だけここで野蛮に使われていて、 昼間は江空町をうちに出かけたりしているのだ。俺はまんまとこの男のところへ入り込んでいるんだが、この男もここのうちの母娘も俺の秘密は知らないのだ。つまり俺がここで何を見張ってるかってことを知らないんだよ。スメルジャコフだけが知っているんですね。あいつだけだよ。もし女が老いぼれのところへ来たら、あいつが知らせる手はずなんだ。 金包みのことを兄さんに話したのもあの男ですね。あいつさ。だがこれは絶対の秘密なんだよ。イワンにさえ金のことはおろか何にも知らしてないんだから。ところで親父は二三日の間、イワンをチェルマーシにャへやろうとしているんだよ。森の買い手がついて、何でも八千ルーブルとかで木を切り出させるんだとさ。 それで親父は手助けをするつもりで行ってきてくれと、イワンをくどいているところだが、二三日はかかる用事なんだ。これはつまり、イワンの留守にグルーシェンカを引き入れようという腹だよ。それじゃあお父さんは今日にもグルーシェンカが来るかと待ってるわけですね。いや、あの人は今日は来ない。ちゃんと兆候があるんだ。きっと来きやしないよ。と突然ミーチャは叫んだ。 スメルジャコフもそう考えてるのさ。親父は今、イワンと差し向かいで酒を飲んでいるんだよ。一つ出かけて三千ルーブルもらってきてくれないか。ミーちゃん、兄さん、どうなすったのと、アリョシャは将棋から飛び上がって逆上したようなドミトリー・フィオドロビッチの顔を見つめながら叫んだ。一瞬間、彼は兄が気違いになったのではないのかと思った。 お前こそどうしたんだい俺は気は確かなんだよ。こうじっと妙に気まじめな色さえ浮かべて弟の顔を見つめながらドミトリー・フィョードロビッチが言った。なるほど、俺はお前に親父のところへ使いに行ってもらおうとしているが、自分の喋っていることはちゃんとわかっているよ。俺は奇跡を信じているから。奇跡をうん。 神柳の奇跡をさ。神様には俺の胸の中がよくお分かりだ。神様は俺の絶望を見抜いてくださる。この画面を残らず見通しておいでになるのだ。神様が何か恐ろしいことの持ち上がるのをみすみす見逃しておきになるだろうか。あ、しゃ、俺は奇跡を信じるよ。さあ、行ってきてくれ。じゃあ、行ってきます。で、 兄さんはここに待って,て,くれます、ね、待ってるとも多少時間のかかることは分かってるしそういきなり切り出すわけにもいくまいからさそれに今頃は酔っ払っているだろうし待っているよ3時間でも4時間でも5時間でも6時間でも7時間でもしかしいいかい今日中にたとえ夜中になっても金を持ってなり持たないでなり カテリーナ岩信ナのところへ行って、兄がよろしく申しましたと言ってくれるんだよ。俺はお前にぜひこの、よろしく申しましたっていう句を言ってもらいたいんだよ。ミーチャ、でもふいに今日グルーシェンカがやってきたら、今日でなくても明日なり明後日なり、グルーシェンカが、狙っていて見つけ次第ふんごんで邪魔をしてやる。でも、もしか、 もしかなんてことがあったら撃ち殺しちまうさ。指をくわえて見ちゃいないよ。誰を殺すんですじじいをさ、女は殺さないよ。兄さん、なんてことを言うのです。いや、俺にはわからない。わからない。もしかしたら殺さないかもしれないし、また場合によっては殺すかもしれん。 ただ、いよいよの瞬間に、親父の顔を見て、急に憎悪を感じやしないかと、ただそれだけが気になるんだ。俺には、あの喉の団子や、あの鼻や、あのふてぶてしい長老が憎らしくてたまらないのだ。全体に虫がすかないのだ。それが心配なんだよ。こればかりは我慢がならないから。みーちゃ、ん、僕行ってきます。 僕は神様がそんなに恐ろしいことの起こらないように上手に取りさばいてくださることを信じます。じゃあ、俺はここに座って奇跡を待つことにしよう。もし奇跡が起こらなかったらその時は。有り者は思いに沈みながら父のもとを指して出かけた。